スネーク、2年前のタンカー沈没事件を覚えているか？もちろんだ。マンハッタン沖約30キロの地点でタンカーがテロリストに沈められ大量の原油が流出した。政府はすぐさま汚染海域一帯にオイルフェンスを敷設、その中に巨大海上除染施設を建造した。ビッグシェルか。浄化作業はまだ終わっていないらしいな。そうだ、今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。アルファチームおよびブラボーチーム、予定通りビッグシェルに向かえ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシールズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ。ビッグシェルは完全に制圧されている。奴らの要求は現金300億ドル。300億ドル？どうしてそんな大金を？当日ビッグシェルでは政府による視察が行われていた。人質を取られたのか？うん、環境保護団体の VIP と我らが政府のとびっきりの要人をな。要人？誰だ？ジェームズ・ジョンソン大統領。さらに要求が聞き入れられない場合、奴らはビッグシェルを爆破すると予告している。原油に火がつき、マンハッタン湾が火の海になる。いや、それでは済まない。海水の殺菌に使用している塩素系薬物と原油が炎上すれば、ダイオキシン類を含む大量の有毒物質が発生する。そうなったら湾内の生態系は全滅、向こう何百年にもわたって死の海になる。有史以来最悪の環境破壊となるだろう。君に依頼する任務は2つ。海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し、大統領と人質を救出すること、テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。また我々と同時にシールのチーム10が作戦行動を行っている。合同作戦？いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな？こちらスネーク、シェル1の冷却内に潜入した。状況はどうだ？幸いここには見張りはいないようだ。視界はどうだ？プラント脚部のライトが起動している。おかげでサーマルゴーグルは使わずに済む。何か問題は？オイルフェンスの切断面が真新しかった。俺の他にも潜入を試みた奴がいる。それは考えられん。シール10の突入班はすでにビッグシェル上部に降下した。それとスネーク、今後の無線はコードネームを変更して行う。スネークでは何か問題が？まあな、君をこれからライデンと呼ぶ。ではライデン、潜入ミッションはすでに VR 訓練で訓練済みだな。 VR なら300ミッションはこなした。伝説の傭兵になった気分だ。それじゃあその部分は簡略化するぞ。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。こちらから呼び出す場合、いや連絡する場合はコールする。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった、何かあれば潜入する。まずはビッグシェルの上部に出るんだ。上部へはどうやって？そのエリアの奥に昇降機がある。それを使え。わかった。今回のスニーキングスーツは光ファイバーを使った電気防石技術を使っている。質感はゴムに近いが、さまざまな有毒化学物質を遮断する素材で作られている。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。
各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換されフィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるか。心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ？ドクロスーツか。丸いハンドルのついたハッチが昇降機エリアへの入り口だ。まずはそれを探してくれ。了解、ミッションに入る。水に入ったようだな。泳ぎの基本操作はこうだ。パンチボタンを押すと水をかいて前進する。連打すれば早く泳ぐことができるぞ。泳ぐ方向は左スティックで変えられる。上で上、下で下、左右でそれぞれの方向を向く。水中にいる間、ライフゲージの下に O2 ゲージが表示される。 O2 ゲージが1回の息継ぎに相当する。 O2 ゲージが0になると続いてライフが減るぞ。注意するんだ。敵兵を1名確認。 AN94 にマカロ、グレネード、ロシア製の装備だ。ゴルルコビッチ大佐の部隊だろ。ゴルルコビッチ？4年前のシャドウ・モセス事件の際、テロリストと合流しようとしたロシアの私兵部隊だ。なぜ彼らがこのテロに加わってる？テロリストたちとの何らかの取引があったに違いない。もはや彼らは国なき傭兵部隊と化している。やはり俺の他に誰か侵入者がいる。ありえないことだ。チームではない、単独のようだ。単独だと？素性は分からんが、ここの見張りを全て片付けてくれたようだ。みんな気を失ってる。かなりのタフガイだ。調査が必要だな。しかし敵が無力化されているのはとりあえず好都合だ。今のうちにことを進めるとしよう。
昇降機の前に端末がある。ノードと呼ばれるものだ。ナードだって？ノードだ。なるほど、ノードか。ノードを使えばビッグシェル内の作業支援コンピューターネットワークに接続できる。何ができる？ビッグシェルのマップが参照できる。そしてそのデータによってソリトンレーダーが使用可能になる。ソリトンレーダー？ VR 訓練で重宝したレーダーだな。人間の生体反応に起因する電磁場を活用して判定を行うシステムだ。それらを GPS や各隊員から収集されるエリア測定値により誤差を修正したマップ上に投影する。この膨大なデジタル処理を行うためにもノードによるマップ情報のダウンロードが必要なのだ。ノードは1メートルくらいの高さの青い端末だ。各エリアに最低1台はある。接続するにはどうすればいい？ノードの前でアクションボタンを押すだけだ。あとは君の体内のナノマシンが自動でセキュリティを破りノードを使用可能にしてくれる。敵兵たちが目覚める前にアクセスを完了しろ。敵に発見されるとアクセスは一時的にできなくなる。注意するんだ。了解。ライデン、敵の装備品は使用できないぞ。なぜだ？分かっているだろうが、装備済みの重火器には全て個人認識装置が埋め込まれている。重火器登録時あるいは作戦開始時に認識データを入力する仕組みになっているのだ。その登録者以外がトリガーを引いても反応しないシステムが導入されている。ロシアなどから密輸される闇重火器にはこれらの登録システムは採用されていないはずだが。自前で組み込んだのだろう。彼らはプロだ。自分たちの装備が我々の手に落ちないようにしている。シールズの装備は同じか？そうだ。では武器はどうやって調達すればいいんだ？まだ ID 登録されていないものを探すんだ。登録前のものはアイテムボックスに入っている。すでに VR 訓練で学習済みだろう。ああ、あれならわかる。アイテムボックスの中に入っているアイテムは自由に使用できる。武器と装備品はアイテムボックスから調達するんだ。ライデン、ノードにアクセスできたようだな。これでレーダーが使える。 VR 訓練を思い出せ。ものは同じだ。地形と敵兵の位置が表示される。中心の交点がライデン、君の位置だ。そして赤い交点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。ソリトンレーダーは気象には影響されないが、敵に発見されると使えなくなる。うん、簡単に妨害されてしまうのだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術だ。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから注意しろ。ビッグシェル全体の構造マップはいつでも閲覧が可能だ。潜入データの記録は？セーブには専用回線を設けてある。専用のアナリストもな。ジャック、大丈夫？まさか。ジャック、聞こえる？ローズ、どうして君が？なぜ君がそこにいる？ジャック、私も作戦に参加するの。どういうことだ大佐？ライデン、彼女には今回のデータ記録とサポートを担当してもらう。なぜ彼女が？本作戦に従事する予定だったフォックスハウンド部隊のオペレーターが事故に遭い参加できなくなった。
それで急遽ローズマリー君が選ばれた。事故？それにレポートによると彼女は君を誰よりも知っている。彼女は確かに軍人だが内勤のデータアナリストに過ぎない。大丈夫だ、うちの専門スタッフがオペレートする。実戦サポートなんて無理だ、できっこない。彼女をこの作戦に参加させたのにはそれなりの理由がある。大佐、俺には理解できない。私は君の VR 訓練の成績ならよく知っている。しかしそれ以上のことはわからない。シャドウ・モセスのことは知っているな。ああ、事件の VR も体験した。あの事件で立証された兵士の士気を持続させる要素を。俺は軍人として訓練されてきた、己の感情には左右されない。そうはいかない、本作戦に失敗は許されんのだ。ジャック、いい？私は最後まであなたに付き合う。ローズ、あなたが心配だから。ただし条件がある。大佐。なんだ？私はこの作戦のセーブを行う。でも私は作戦の一部じゃない、ジャックを案じる普通の女だから。それ以外は大佐たちの強制は受けない。私にとって彼は恋人、ジャックでしかない。彼の安否が最優先だから大佐との交信内容も傍聴する。いえ、記録する。わかった、好きにするがいい。考えようによってはこの方がいいかも。何も知らされず待つだけなんて辛いだけだもの。一つだけいいか。何？彼の名はライデンだ。作戦遂行中はコードネームで呼んでくれ。わかったわ。じゃあライデン、潜入データを記録したいときは私に連絡して。周波数は 140.96、 セーブ用の専用回線よ。今周波数を変えたわ。ジャック、なんだ？明日何の日か知ってる？4月30日。いや、わからない。本当に？いや、悪いが思い出せない。その答えを聞くまでは頑張るわ。それじゃあジャック、頑張ってね。ライデン、気絶していた敵が目を覚ましたぞ。気をつけて、ジャック。昇降機が到着するまでどこかに身を隠すんだ。絶対に見つかるな。攻撃された。気をつけろ。テロリストたちはサンズ・オブ・リバティと名乗っている。サンズ・オブ・リバティ？そうだ。そしてそのリーダーの名はソリッド・スネーク。ソリッド・スネーク、シャドウ・モセスの英雄。コードネームを変えたのはそれが理由か？そうだ。だが彼であるはずはない。スネークは2年前のタンカー沈没事件で死んでいる。自分が沈めたタンカーと共に生きていたのか？それはありえない。大佐、ビッグシェルの屋上に出た。敵兵は見当たらないが見通しが良すぎる。夜間潜入の訓練しかしていなかったな。
ノードにアクセスするまでは警戒していくしかない。突入部隊はどうなった？シール10は B 脚 C 脚に降下した。大統領は B 脚で発見されたらしい。 B 脚？ビッグシェルはシェル1とシェル2の2つのユニットからなり、それぞれのユニットは中央棟とそれを囲む6つの脚部で構成されている。六角形を2つつなげた形をしているということか。そうだ。そして今君がいるのがシェル1の A 脚屋上だ。まずはノードを探してみろ。ノードにアクセスすればわかる。了解。ライデン、そこの金網をよく見ろ。捕服すればくぐり抜けられるんじゃないか。捕服ボタンを押してしゃがんでから進みたい方向に左スティックを倒せばいい。もう一度捕服ボタンを押せば立ち上がることができる。 VR 訓練の時とは違って捕服している間も武器による攻撃が可能だ。忘れるな。ライデン、シールチーム10が突入を開始した。フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか？先方は我々のことを何も知らない。我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ。今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を取っている。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた。君の任務は極秘だが正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。屋上の方を見てくる。一階は任せたぞ。了解。大佐、ノードを発見したが敵が陣取っていて近づけない。敵をおびき寄せるんだ。音を立ててみろ。どうやって？壁に張り付いてパンチボタンだ。わかった。ん？動くな。敵を倒したな、ライデン。敵の体をその場に放っておいてはいけない。すぐに隠すんだ。屋上に行った敵が戻ってきて倒れた仲間を発見すれば警戒を強化するだろう。面倒なことになる。倒した敵の体は敵が見回りに来そうもないところ、見つかりそうもないところに隠すといい。倒れた敵の体は引きずって移動させることができる。やり方はこうだ。まず倒れた敵の近くで武器を装備せずに武器ボタンを押して敵の体を抱える。武器ボタンを押している間敵を引きずりながら移動することができる。体を下ろすには武器ボタンを離せばいい。
ライデン、気をつけろ。それはサイファー、無人偵察機の一種だ。見つかると敵を呼ばれるぞ。注意しろ。だが、チャフを使って電子妨害を行えば無力化できる。チャフを探せ。あるいはエンジンかカメラ部分を破壊するんだ。武装したタイプもあるかもしれん。気をつけろ。了解。待て、ライデン。今、シール店突入部隊の無線を傍受した。傍受？もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない。盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事か？無事です。パッケージは海軍大佐ともども保護しました。楽勝でした。よし、ヘリを回す。脱出してくれ。了解。どうした？大統領を守れ！アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。バカ、羽が。どうした、アルファゼロ？オールアルファ、応答せよ。ライデン、大統領の身が危ない。B 客に急いでくれ。ライデン、気をつけろ。連絡橋の中央に見張りがいる。そのまま進めば発見されるぞ。どうすれば？エルードを使うんだ。エルード？腰くらいの高さの手すりに向かってアクションボタンを押すと、手すりを乗り越えて向こう側にぶら下がることができる。そのまま移動すれば敵に見つからずに進めるはずだ。わかった。やってみる。グリップゲージを忘れるな。エルードしている間、時間とともに減っていく。ゲージがなくなると落下してしまうぞ。